次にですね山内翔太君の展示ですね新しくできましたですね TOH というスペースでのこけら落としの展示だった 2>、うん、えっと第2のテクスチュー過去、えー、感触ですね、えー、という展示についてお話ししたいと思いますちょっと美術手帳のページになりますけど簡単にウェブサイトを見せてから始めましょうかはい これ上に今日顔がありますけど大丈夫ですかねこれは今、えーと、美術手帳のページですね。はい。えー、まあこういうテクスチャーってあの、テクストですね。まあテクスチャーって感触っていうか触り心地っていう意味ですけどね。あんまり感触っていうふうには訳,さ訳すのかね、テクスチャーって。うん、まあ触り心地って言った方がいいような気がする。えー、という、えー、タイトルですね。はい。 であそうそうそう。で、とうっていう、この、これですね、とうっていう、この展示、えっ、ー、と、場所はですね、場所。えー、代々木からもすぐです。代々木の駅の目の前。で、えっ、ー、と、えーと,えー、と、まあ主催とか、まあやってるのがですね、フレッシュって言って、こういう不幸意志ですね、フレッシュって。ちょっと変なじゃないですけど、吉田山君って、吉田君って言うんですよ、もともとは。 吉田山,山っていうまあ、あだ名みたいなもんですね吉田山くんが、えー、やってますね、えー、これからも展示していくまあも,うもちろんねあのやっていくんだと思いますから是非ね行ってみてくださいね山内くんのでこれが映像があるのはどここに出てるのは全部過去作でしょうねこれちょっと後から紹介します えっとね、そっかそっか。じゃあ、これ、ここから進め、あのね、山内くんね、のちょっとね、僕ね、作品をもうちょっと集めればよかったんだけど、画像いっぱいあるはずなんだけどね、これが山内くんですね。山内くん本人なんですね。この真ん中にいるのが。で、あのー、もともとはですね、えっ、ー、と、まあ、それこそグリーンバックみたいな作品作ってたのが、山内くん、こうやってですね、 こううやっっっててて山内くんんがが歩いてるっている画像が真ん中とかにあってでいろその山内くんが、まあ、要するに、えー、合成の画像でですねいろんなところに移動していってるみたいなだからゲームの中ファミリーコンピューターみたいなファミコンですねファミコンみたいな画像って言えばいいのかなでもね実写なんだけどね実写のなんだけどちょっと荒いファミコンみたいな動画が動画の中に山内くん自体がすごい違和感のある状況で主人公としているみたいなそういう映像を ずっと作作作り続けていた作家なんですねで今回はですねちょっと違う感じですねで山口くんって金沢芸工大の出身なんだなんでまあ今回一応諸星大二郎の顔かさ様が通るから影響されてっていうふうにまあ書いてますね、はいはい、じゃあまあ行きましょうか ああああごめんなさいねちょっと待ってくださいねちょっと準備するえっと山内くんはいえー、っとね えっとまあ、昔の作品ちょっと後から行きましょうか。でね、これちょうど僕がね、携帯忘れた時に見に行ってるやつなのね。だからね、まあ全体の展示室としてはこの、展示空間としてはこんな感じ。これ僕と山内くんが喋ってるところで、あの、吉田山くんが撮ってくる、あ後から吉田山くんがね、画像送ってくれたんです。ありがとうございます、吉田山くん。ありがとう。で、えっ、ー、とまあまあこんな感じの展示で、結構これがね、大きいんですよ。すごく大きいのね。はい、でね、外からね、あのまあ、 今、あの窓を開けなきゃいけないじゃないですか、感染症の関係で。だから、これ開けてるんですけどか、そのね、電車の音とかも結構いい感じでね、なんかいい、いい展示だったんですよね。はい。で、どれから行きましょうかね。まあまあ、順番に行きましょうか。これはね、ちょっと小っちゃい作品なんですけど、これ 3D プリンターですね。で、3D プリンターって、 あのご存知かとは思いますけどこう要するに粉みたいなものをですね吹きつけていくわけですねで吹きつけていってそれをですねブイーンってこう1回、まあ、ま,あまず1層目にこうプリントするわけですねでその次にですね2層目にこうプリントしていくわけですねだからなんかこう厚みのあるインクみたいなもの、ね、をこう何度も何度もですね重ねていくとですね立体になっていくっていうのが 3D プリンターの仕掛けなわけですね まああだからすごいあの簡単ちゃ簡単ですよね。粉を吹きつけてい,っていくとあの立体、結構細かいね、えー、立体ができるっていう、えー、状況なわけですね。で当然、当然そそれあののなんていうかなその接着剤みたいなものが入っているでしょうから、えー、3D プリンターはです、ね、ここをですねウィーン、ウィーン、ウィーンとこう行ったり来たりするわけですね。ずーっと何回も何回もブーっと行ったり来たりするわけですね。 ねそうするとですねこのですね繊維がですね微妙にですねここ,こここの線こういう線がこうねあのこうくっついちゃうっていうか残っちゃうみたいなんですよこれねだからこれ普通はこれあとでですねこう簡単に削れるわけですからねこれ削っちゃうんだけどこれが面白いと思ってそれをそのまま展示したっていうまあそういう作品なんですねこれはねなかなかあの良かったですよ、ね だからある種のトルソンみたいな感じのものなわけだけど <laughs>、ね、それを 3D プリンターが勝手に出力してしまった身体と身体の結びつきみたいな、ねえー、ものをそのまま展示しているっていうそういう作品ですよね、うん、これは面白いと思いましただから第2のテクスチャーっていう第2っていうのはだから別の第2っていうかセカンドっていうよりは別のテクスチャーっていうことだと思うんだけどタイトルとしてはね第2っていう意味はそういう意味だと私は解釈しますが えっとその別のテクスチャーっていうものは確かに 3D プリンターの中には別のテクスチャーが間違いなくありますよねうんでもねぼでもやっぱなテクスチャーっていう言葉ちょっと僕ややっていうかまあ僕は違うと思うあの山内くんテクスチャーっていう言葉の選択は違うんじゃないかなと僕思っててやっぱねテクスチャーっていうのはねこうあのー ななんていうかなあの見られる見る見られるの関係で見られるっていうことがねかなり強く意識された言葉だと思いますよテクスチャーってでまあもともとはテク,スあテクスタイルのテクストねだからこう編み物ですよね編み物のこのか漢字みたいな言葉がまあ、語源みたいなんだけどテクスチャーって僕ねそれはねちょっとどうかなと思うんだよねあのこういうのとかってさそのさあの 視覚的、テク,スこれのテクスチャーって言ったら、その視覚的にどう見えるかっていうことに、視覚的な触覚、視覚的に感じられる感覚のことを僕、テクスチャーって言ってると思うとね、とは分かんない。だから、一般的、まあそういう意味が強いんじゃないかと思うんですよ。だからやっぱり僕はね、あのー、感覚、だか,だから触覚って言った方がいいと思うな。感触っていうよりも。うーん、その方が、 いいと思うなうん <laughs>、うん、だと思うんだよねだからこれがさその我々の視覚にどういう触覚性を喚起するかっていうよりもこいつまり 3D プリンターのしょこいつらじゃなくても 3D プリンターが感じてる触覚って何なんだろうっていうことを考えることが僕は重要な気がするわけね。 うん、まあまあ僕はでそ,その観点から僕は面白いと思ったっていうことですはい次行きましょうまあまあこれこれはだから 3D プリンターの台の上で展示してるんでそんなに大きくないわけですねはいねでメインの作品これなんですねであこれね写真が1枚しかないから分かりにくいんだけどねあのねこれがさこうなこういうふうに こうなってますよねこれね、一番元はね、確かね、山内くんの顔だったと思うのね。で、山内くんの顔の上にですね、こ,これ動画なんですよ。で、上からですね、ペラーンとしたですね、ものが、ね、ペラーンとした、顔がプリントされたものが、ひらーンと落ちてくるんですね。で、それで、ここに顔があるとしましょうね。これはグーが顔ね。そうなると、こういうふうになって、これが紙状のものだから、ここにくっつくわけですよ。こういうふうに、ヒュッと。わかるそれがどんどん重なっていくっていう映像なのね。 こういう風うに、顔がどん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 重なっていくっていう、そういう映像なんですよ。うん。で、テクスチャー、まあでもな、テクスチャーっていう言葉よりも、顔っていう概念の方がずっと大きな概念だと思うので、あ、それちょっと後から話しますね。えー、まあやっぱり顔とかって、第二の顔とかって言った方が良かったような気がするけどね。えー、っと、でね、これ、ただこれはね、結構気合い入ってて、あのね、 これは、まあえーとね、動画の一部を切り出したみたいなんですけど、もともとねそのあ、動画じゃないのかな ?3DCG で作ってたんだっけど、忘れたけど、まあ、まあ、でもどっちにしても CG ですね。3DCG であることは確かですね。動画だったかど,どうだったかちょっと忘れちゃいました。で、えー、で作ってたもので、まあ、これは体がね、こうまあ、人形みたいなもんでしょうね。に、えーとですねえー、これ、まあ、手術してるみたいですけど、 えまあタトゥーこれはでもどうなのかなちょっと何をしてるのかなこれはちょっとわからないがでもどちらにしてもここにタトゥーを彫ってあるんですよタトゥーでこれね山内くんのですねえ本人のですねが小さかった時ね子供の頃の写真なんですよねそれをここにタトゥーがあるのよで実際に山内くんは今回あのパフォーマンスとしてこう会場でね立ったままこの本当に自分のこの背中のところ結構大きいですよこの顔を 掘っだから前に顔があるし後ろにも顔がある <laughs> ねっていう風にしたの。これは面白いと思います。面白いと思う。ね <laughs>。それこそお風呂とか入ってさ、前にも顔があってさ、で、山内くんあんまり変わってないですよ、顔。で、後ろにも顔があったら笑っちゃうよね <laughs>。これ面白いアイデアだなと思った。ね。 でしかもタトゥーだからね、さすがだよね。よくやるよね。面白いと思いました。さすがでした。ねで、えっ、ー、とその時に、えー、と着ていた服が、えー、と月桂樹ですね。月桂獣。はいはい、ねあで。月桂樹といえばあの神話のあの月桂樹ですね。あの月桂樹最後,最後月桂樹になってしまうの何でしたっけ これもすぐ忘れちゃうからね。月桂樹。神話。ギリシャ神話ね。神話。ほ。えー、っと。そうそう。アポロに追いかけられてね。嫌になって月桂樹になるやつね。あと、ダフネですね。ダフネ。ね。これ、ダプネって書いてあるな。ダプネっていうふああ、そっかそっか。英語読み。そっかさ。ラテン読みするとダプネか。 えっとまあダフネですね、英語読みするとダフネ。ね、えっ、ー、と、まあ、追っかけられすぎて、自分が低操を守りたいと,、えー、と、バージンでいたいとい,い,いう、まあ、ために、アポロンから、もうアポロンだからね、アポロンだから最強の神だからさ、逃げれないわけね。あーつつって、ねで、そしてで最後にもう、やだーって言って、かきかきかきーんつって固まったっていうね、えー、そういうダフネさんですね。と、はい、いうことですよね。うん とのこのですねあの月桂樹をつけてで月桂樹のこ、ね、の子のねこれあ,ののあれをやってあの輪っかねこの冠みたいなのをつけてで立ったままこう掘られるっていうそういうあのパフォーマンスだったんですね。これ、うん、面白いですねだからダフネから入るっていうねダフネから考えていくっていうね入り口がしっかりありますよね。うん、で、えー そうね、はいはいはいでねえっとね今回まあこれちょっと見ながら話しましょうかあのね今回ね実はねこういうね冊子を配ってるんですね第2のテクスチャーっていうあこれさこっちの方がタイトル良かったんじゃないッコでテクスチャー感触って書いてえっとこの奥あのね読み仮名でテクスチャーって読ませるのが良かったんじゃない 第二のでさらに丸カッコがついて感触っていうタイトルいいじゃんねこれが良かったんじゃないかなでこれがね物語なんですよ物語完全に物語ですよでえー、っとね山内くんはねえっとねちゃんとね説明あれこれちょっとこっちもう一回見ようか あのねこの顔顔様が通るはちょっとどうなのかわかんないんだけど僕ねあんそんあ、ま、もうしたいよ、まあ、別に僕顔顔様ん通るが読んでないからまあな何も言えないんだけどはいまあいいかえっ、ー、とねこのね小説がね <laughs> これねさっきえっ、ー、と先ほどねこの山内くんを紹介する前に「洋白やんぼう」のテキストを僕すごい褒めた あもうヤンボは本当に詩人だと思うんだけど山内くんのね <laughs> はねもうめっちゃ文章下手なの <laughs> いい意味だよこれあの全然悪い意味じゃないよ山内くんはだからすごい面白いよ面白いあの明らかに文章下手ですでもねその下手さがねウケるんだよね あのね場面展開とかがめちゃくちゃ到達にあったりするのよ。でなんか困ったから仕方がないからみたいな感じで仕方がないから今日は暇だったからこあのあのお姉ちゃんをストーカーすることにしたみたいな <laughs> 今日は暇だったからいらねえだろうっつって <laughs> だか理由つけるんだったらもっとさなんかさあの物語つくなきゃいけないんだけどそういうところが適当でねなんかいいのよすっごいいいの。ねでねこれはね時代が違う時代に入ってるんですね。 でね、えーと、自ら好きな顔を変えるっていう時代に入ったっていう小説なんですよ。で、その時に入ってて、ですごいね、あのね、変なんだけどね、あの、えっ、ー、とね、カップルで同じ顔をつけるっていうことが流行ってるんですよ。で、自分のお姉ちゃんが高校生になって、あの流行りの顔をつけ出してね、で、彼氏と、そのお姉ちゃんの彼氏と自分のお姉ちゃんが同じ顔をつけてるんですよ。ね、でも、やっぱりなんかこう、顔だから、なんかどうやら副作用があるみたいで、で、 えっとその副作用を治すために彼氏とそのお姉ちゃんがえっ、ーと,えー、とねステロイド風呂、まあ、皮膚科っていうところに行くんですよ皮膚科カタカナで皮膚科でデートスポットらしいのよねこれね今でそのでそこで,でステロイド風呂95分5万円なんですよでなんかこの なんかまあ限りなくなんか風俗店みたいな感じに近い描き方をしているんだけど、うん、だからそういうのすごい面白いだから諸星大二郎に影響を受けてるるというのはわかるんだけどこういうところからでああのー、こうま,あ、まあそこでね入って入ってたんだけどであの弟であるこの主人公はねでただ単にお姉ちゃんストーカーしてるだけなんですよあのストーカーっていうかお姉ちゃんが心配になって同じ顔とかつけてるから。ね で、つけてたのね。で、えっ、ー、と、そしたらですね、えっ、ー、と、お姉ちゃんが結局ですね、ステロイドブルっていうのすごい副作用があるみたいでね、えっ、ー、とね、結局ドロドロに溶けちゃっ溶けちゃったっていうか、顔とかも溶けちゃったと。ただ、お姉ちゃんはどうやら気持ちいいらしいんですけどね、かなり快感らしいんですけどね。えーで、で、えっ、ー、とね、最後にどうなるんだったかな。あ、走り去っていってしまったな、お姉ちゃん走り去ってしまったと。 えーっとでえー、っと街角に出るとですね男が通りえー、っと通りかかってバーンって当たるんですねバーンって当たったら男の顔が地面に落ちるとで、えー、っと落ちた顔は息ができなくたなったためえー、っとむせて地面を這いずれ回っている、ねえー、で男はすぐさま新たに顔を付け替え 僕に対してチッと打ちしたその後落ちた顔にシュッと携帯アルコールスプレーをひときし何もなかったのようにその場所から立ち去った男の落ちた顔はアルコールに反応して息を引き取り熱で溶けたアスファルトのようにえ道路のテクスチャーとなったとこれいいよねここはすっごいよね顔がパッと落ちてで,で顔つけてねで別の顔つけなくつけ替えが可能ですから顔をつけて その後、落ちたやつにシュッてアルコールスプレーかけるとそしたら溶けて、道路のテクスチャーになる。顔が。これはね、いい。これはいいね。これはいいよ。うん、こ,ここはすごくいい。文章もいい。ねで、結局ね、ねその後違うところのね、壁をキュッキュッと掘ってみたら、そこにも顔があると。実は全部顔なんだって。こういう、えー、作品。 うんうん、こういう作品なんですよ。これですごくいいと思います。あの、これいいですよ。ちゃんと僕、サインもらいました、サイン。サイン。サインまでもらった。あこれね、有料ですよ、有料。うん、<laughs> これ結構ねあの、ボケが効いてていいんですよ。ここにね、<laughs> ね作者はね、えーと、山内翔太なんだけど、発行者吉田山って書いてある <laughs>。 あの本でね、あの発行者ってあるでしょ。ねね、これ面白いですよ、ね。デザインは八木くんですね。八木平次郎くんね第一般発行って書いてありますね。2021年1月29日ね。1月29日ああまあまあ、そうか。えー、っと、まあそういうの。これは面白いと思う。だから、これはね、買うっていうことが、あ,あ、 あれは読んだって言ってたな鷲田さんの本は読んだって言ってたんだけどまあね顔っていう、うん、ただテクスチャーをどう考えるかっていうのは難しいところなんだけどあの、ね、顔っていうともちろんあ,のあれですねエマニュエル・レヴィナスレヴィナスのことを考えざるを得ないわけでしょで顔っていうのはもう全く,他全く他者として現れるっていうことだと思うんですよね で、えっと、顔によって我々は、えー、顔があるからこそそこにレスポンシビリティが発生し顔があるから我々は人を殺したり、えー、と殺,さ殺せなかったりするんだっていうようなことを言うわけねであのー、それをね直感的に僕山内くんは、ね、いいところついてると思うあのー、全く他者としてのおテクスチャーっていうことですよ あのかつ,つ,まあ、つまり僕の言葉にちょっと言い換えちゃうとね触覚っていうものが全く全く他者として現れるっていうことなんじゃないかと思うよね触覚ってすごい直接的なんだけどそれがね全然違う、えー、他者として現れるがゆえにその触覚に対して我々は責任を持ちレスオーセンシピリティを持ち、えー、その触覚を完全に殺してしまうことはできないということ。 についてうーん現代、現代において我々は何を考えるのかっていうことだと思うんですよ、えー。それを顔っていうところから、まあ、切っていくっていうふうに考えたわけね。で、えっ、ー、とね、すごく難しいこれでも。えっ、ー、とね、なまあ、当然ね、これです。これですよ。iPhone。iPhone というかスマートフォン。僕 iPhone じゃないけど、えー。スマートフォンね、えーで。スマートフォンのことを考えなければいけないですよね。 えと現代の時代はですね、あ現代はですね、えー、視覚、まあこれも僕が書いたことあるわけですあの、視覚の時代から触覚の時代に明らかに変わっていると思うわけ、僕はねあの。視覚のメタファーで現代を語るんじゃなくて、触覚のメタファーで語るべきだっていうのは僕の考えです。えー、これまで長い間、ですね視覚、えー、まあ写真とですね、それから映画ですね、この2つがですね圧倒的に力を持ってきたわけですよ。例えばですね、精神分析、ラカンにせよ、あ、まあ、まあ、ラカンだね。 えー、ラカの共像段階が一番有名だけど、えー、まあ、その他にもいろいろあります。ラカは鏡の比喩とか、あ,あるいは、まあ、鏡っていうよりもね、鏡の比喩もそうなんだけど、ね、スクリーンっていうものの比喩っていうことね、がすごく強いものとして現れてきたわけですよ。だからスクリーンっていうものは、まあ、実際はこっちから照らすんだけどね、こっちから照らして、でえー、と映画館みたいなね、えー、客席の方からビャって照らしてて、でそれをあの客席が見てるんだけど、でも実際さ、どういう風に我々が感覚しているかというと、真ん中にスクリーンがあるとしたら、で こっち側に人がいるとしますよ、こっち側に。ねそうすると、我々がこのスクリーンで見てるものって、何を見てるかっていうと、向こう側に何かしらね、何かしら真実があって、それがこういうふうに映されてて、そして私たちの方にこうなんていうての、えー、情報として伝わってきてるっていうふうに見てるわけね。こういうふうに見てるわけね。こういうふうに。でも映画って面白いよね。えー、実はですねこっちから 照射されてて同じ方向かからら見てるわけだから実は結局同じもんしか見てないから自分の中から出てないんだけどでもスクリーンっていうのは想像力としては向こう側の世界っていうものがを想像させるっていうそういう成り立ちになってるわけねでもさ触覚ってどうなんだろうっていうのが僕すごい疑問にあるわけ触覚っていうのはさあのさつまり僕はそれ距離の問題って言ってるんだけどあのさそれってさ距離があるからさそのスクリーンと自分との間に距離があるから向こうとの間にも距離をこういうふうに持った上でね で、認識するわけですよね。いいかな。この距離ってすごい重要なんですよ。ところがね、このね、スマートフォンのね、スクリーンって、スクリーンというか、このガラスだね。で直でタッチできるじゃん。これ、すごい僕、危険なことだと思うわけ。この直接性はね、あまりにも強いですよ。あまりにも強い。で、あで僕が全く他者として考えなければいけないって僕今言ったでしょ。まあ、てか、山内くんの作品から、まあ、あの理解したわけだけどね。それって、あのー、あれなんだよね。あの <laughs>、 触覚をつまりね、えー、iPhone あスマートフォンの中に流れる情報があまりにも自分と僕同期しちゃうんだと思ってるんですよだから例えばね最近のね、えーまあ、QR の問題とかもそうねでえっ、ー、とまあもうこれ言っちゃうとさ虎ノ門ニュースとかもそうだよでえっ、ー、とね結構僕ねだから身近な人っていうか身近な人の,その家族とか知り合いとかっていうのがそ,のそっちの方に流れちていっちゃったっていう人は あのものすごい確率でいいる <laughs> ものすごい高確率でいるしあ、まあ、でも僕直接知ってる人もいるなあのだからそのおーお危ねえみたいなことを言う人はかなり出てきてる。であのそれはあの性別とか社会的な地位とかそういうの経済的な状況とか関係ないね。 いやすごいことになってると思う。で、やっぱり僕はスマホだと思うな。あのというか、スマホっていうか、えーと、触覚の比喩の時代になったからだと思う。触覚的な時代になったんだと思う。で、実はそのレビナスが言ってたみたいに、他者の顔によってね、そのレスポンシビリティが生まれるみたいなこと、で、さらに自分の顔に対してもっていうふうに彼は言うわけだけど、あの、それがね、あの、べ、べちゃべちゃな、べったりくっついてるっていうかね、 そのむ,むしろその顔が自分の顔から離れなくなったっていうお姉ちゃん的状況ねあの物語のそういう状況になっちゃってると思うんだよねだから距離なきところにレスポンシビリティは生まれないんじゃないかねと思うわけ僕あの僕はずっとその危険性をね考えてるんですよね実はで これもね、これ実はね、結構重要なとこついてて、これちょっとね、まだね、山内くんの作品、どっかはしするかって、僕ね、実は整理できてないんだけど、これね、こういうふうにさ、あのさ、ペラペラの顔じゃないのよ、上から落ちてくるものが。こういうふうにな,なるんだけど、これって厚みがあって、こういうふうにね、で、だん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 その立体がね、こう,うし立、一番初め山内くんの顔じゃん。で、まあ、この手でもいいや、このボコボコしてるじゃん。こういうのこういうふうにね、こうくっついていくわけよ。顔みたいな形になってるけの。でも、 その後こう来るものはこの厚みがある分ねこうちょっと浮いてるわけねでそれどんどん重なっていくとさその厚みみたいな凹凸みたいなものがなくなっていくのよすごい平べったくなっていくのスマートフォンになっていくわけ <laughs>、ね、ででで距離がなくなっていくっていうかなそういう表象になってるんですよねで僕はそれをねどういうふうに考えるかっていうこの層から考えることができるのかな考えることはできるかもしれないねえー、まあそういうことをねちょっと考えました僕はねうん あのー、画像的にも面白いしあのー、やっている手法っていうかなあのそれこそね、えー、これこの映像から感じる触覚性みたいなものは新たなものがあるしあのー、すごく面白いと思いましたあのー、い,いい作品だったし展示も良かったし、うん、吉田山君はやっぱり吉田山君ってもともと目のね目あのアートグループの目ねあのー、の アシスタントなのかよくわかんないけど、展示をずっとやってて、で、っていうところの、まあだからアートのその制作側の出身なんですよね。だからまあ結構ね、そういうことができるんだと思うんだけど、なかなかいい展示ですよ。はい。で、ちょっとね、昔の作品ね、えっ、ー、とね、これね、あの、えっ、ー、と、東京2021っていう、えー、展示でやってたんだけど、これはね、ゲームなんだけどね、これね、ここでね、ここね、ここ銃とか持ってるじゃない。で、この人がね、これ山内くんね、 これね、ここをね、こう歩くんですよ、ここ。歩いたりしたらね、ちゃんと進むの。あ、で、これは VR ね、ごめんごめん。VR のメガネをつけて、これ,これね、やると、ここをピュッキ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 ュッ,キュッって歩いたりしたらね、ちゃんと進むのよ。で、そういうなんかね、装置があって、だからリアルの体と、をと、VR を連動させるみたいな装置なのね。でこれはだから山内くんの、これまでの作品の、まさにラインにある作品で、これまあ、中の映像がこう,こういうふうに見えたりするんだけど、で、こうね、ゲームなんですよ。 で、あの、こうバンバンとかで打ったりとかしながらね、やるのね。で、これね、VR 苦手とか言いながら、僕、さすがにこれはやってみた。ね。これ、初めてだから、僕、さすがにやった。あ、これ、これ。あ、そう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 。アートのかね、いっぱい、芸術作品がいっぱいかけられた部屋でね、なんかひ、人をつんだったっけな。なんかね。<laughs> まあまあ、そういう作品ね。はい。はい。そんなことをね、やってたりもしたんですね。うん。だから、山内君、やっぱ面白い。すっごい面白いですよ。 うんあの、今回の作品も面白かったしね。そうそう。まあ、でも山内くんってなんかね、さっき見たら六本木クロッシングとか出てるんだよね。だから、あ、これね、さっきこっちで見たら六本木クロッシングそういえば出てたなと思,うかっ,て思ったけど、うん。うん、まあ、僕の中ではね、たまに滑るやつなんですけどね。<laughs> たまに滑っちゃったなーっていうのがある。は、まあ、当たり前ですけどね。あのー、 全部丸っていう作家は、まあほとんど丸っていうか面白いっていう作家はなかなかいないですからね、うん。クロッシングはちょっと滑ってたような気がするんだよな。うん。今回すごい良かったから、だからまたね、なんか大きなスペースと、あと、やっぱり暗転で見せたりとかねあの暗、暗くて大きい部屋で見せたりとか、えー、っと、その一人一人しか体験できないんじゃなくて、もっとこう大人数でね、 だから要するに国際展みたいなさでっかい展示の中に入った時にどういうふうに見せるかとかっていうことを,を考えた時にどうなっていくのかなっていうのは、まあ、これからそうなってきますからねどうせえー、っとすごく楽しみ僕はあので僕ね山内くんに関しては僕とすごくか違う考えを持っているっていうかあの僕まあいろいろ勝手なことを言いましたけどね山内くんってね全然僕と関心の何て言うかな向きが違うような気がしてるの実は。 でそれが僕面白いところで山内くんのあの関心は違うんだけどなんかね出てくるものがは面白いなって思ってるっていうか感覚が違うんだろうねだから感じているもの自体が多分違うんだと思うんだけどそこがやっぱりねまあすごい変なやつなんだよねだからあのそういうところがねこうよそ予期せぬことが出てくるっていうところがやっぱ彼面白いところなんであのまたねこれからも で作品見れるのを楽しみにしたいなと思ってます。はい。えー、じゃあ以上になります。えー、ということで、えー、新しくできて、できましたスペースですね。えー、トウ、えー、T-O-H と吉田山くんが、えー、プロデュースしているスペースで行われておりました。山内翔太くんの第二のテクスチャーという、えー、展示について紹介させていただきました。ありがとうございます。ということで、皆さんね、いいね、および、えー、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。